こんにちは。はじめましての方も結構多いんですが、テンパリと申します。よくテンパリと名乗っておりますが、今ご紹介も預かりましたとですね、この生音クラブ歴6年目というですね、多分私タコさんしかいないぐらいの、あ、考えちゃいます。この空間に3人ぐらいしかいない希少種なんですけれどもですね、今日出させていただくのがですね、今年最初で最後ということになるかと思います。今家にですね、今日で臨月を迎えた妻がですね、2歳の1人目と一緒に待っております。今年は子育てに専念するためですね、ギターを折りですね、折らないですよ、本当に。ギターを置きぐらいです、ね、専念するかなというところで、今日はちょっと2曲やらせていただこうと思います。1曲目ですが、私基本カバー、いい曲作るスキルはないんでカバーをよくするんですが、いい曲のを見つけてきちゃカバーして重視してるんですけど、今日の曲1曲目、キリンジというアーティストのドリフターという曲をやらせていただきます。最近、去年かな、ミスチルの桜井さんがバンクバンドというプロジェクトでカバーをしてました。お聴きください。交わしたはずのない僕に縛られ破り捨てようとすれば後ろめたくなるのはなぜだ。手巻きの腕時計で永遠は測れ
軽い気持ちでちょっとやってください。あさあさあ、あさあさあ